オースティン、激走、横浜ファン、オースティン、走るなぁ。鳥羽さん頼みます。さすがに3本目はないかな。今日の戸柱は期待できるぞ。来たぁ。マジかよ。戸柱先生もう打賞。いやぁ、DA がホームに激走してる。やめろぉ。走るなぁ。うわぁ。オースティン。あぁ。打った瞬間オースティンの怪我を心配した。オースティン壊れるだろ、何タイムリーなんか打ってんねん戸柱。戸柱最高や。しかし戸柱すごいな、まるでかつての青柳に対する神里のようだ。雇用が何か変です。オースティン、またオースティンの残機が減ってしまうのか。トレーナー出てきたけど大丈夫か、点よりそっちが心配。ガッツあるプレイはありがたいけどオースティン毎回これやってねえか。リクエスト来た来た来た。立浪のリクエストだから無理や。情報量多すぎるよ。ただ走って滑り込んだだけだろオースティン。怪我する要素なくね。オースティンを甘く見るな。この前のサヨナラの後も脇腹だか腰だか痛めてそうだった。足が先。おいタッチセーフだな。立浪のリクエスト草。そんなことより DA の足。オースティン普通にいるな。大丈夫そう。オースティン生存確認。 DA だけ二塁回ったあたりからオートでランナー入れ替わる仕様に変えられない。やっぱオースティンが活躍しないと勝てないチームなんだな。心臓に悪いオースティン。オースティンって常にギリギリで戦ってるよな。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。